皆さんこんんんこここににちちはは肘肘町町町からでですすもうう回言いままよ町ってどこでしょう日の出町じゃありません大分県別府市の隣にある城下町でそれで白下カレーというカレーの美味しいとこなんですけどねこの小さなタウンをちょっと考えながら、えー、とそれをですねどうやって紹介するかってことを考えつつもねじゃあそこで皆さんが例えばじゃあ三重県のどっかの小さな町の出身だとしましょうか。 同じようにどういうふうに自分たちの街のことを考えて海外の人と話すかなってことについてあの考えてみたいと思います。でね今日のテーマはねこのオーバートゥーリズム今日本中で問題になってると思うでしょうでもね実は世界でも問題になってるんですよ。だってですよせっかく行ったのに一つのこう、ね、例えば教会を見るのに、ね、2時間待ちだとか長蛇の列それからちょっとインスタ映えしたとこに行くともう人でごった返しちゃってる。 何のために来たんだろうと思う人も多いし実はね、ひじ町はオーバートゥーリズムと今のところ関係ありませんなぜかと言ったらそれが起きているのはお隣の別府市なんですよね別府市は温泉で有名なのでね、このところたくさん人が来ているではひじ町にもね、観光客の方来てほしいじゃないですかそう思ってる町って日本中にないですかありますよねではもしも自分の町がオーバートゥーリズムになったらどうなるだろう考えてみたいんですよね 一つちょっとねあの悲しいっていうかなちょっと問題のあることが起きましたそれはね富士吉田市でローソンの向こう側に富士山が見えるこれがすごく人気になってインスタ映えするということでね外国の人がたくさん来ちゃったそして道路交通が乱れるし人が迷惑するつまりオーバートリズム起きるとね必ず出るのが住民が迷惑をすることねあの普段静かな町がごった返っちゃうそこでね悲しいかなその道路にね 黒幕を張って富士山を見えなくしたというこういうことが報道されましたでねこの時にじゃあひじ町だったらどうするだろうってうことはまだわかりませんね私町長さんでもないしわからないだけどね一つ私ヒントをお話したいんですよ例えばアメリカの事例をお話しますアメリカの事例ではねアメリカはそれぞれねあの町とか村とかそれからその州とかそこがね文献と言ってこうそれぞれが それぞれに自分たちのことを自分たちで決めようという意識が強いんですよね地方分権ですよねだから例えばひじ町で問題が起きたらねタウンミーティングというのを開くんですこの言葉を覚えたこといいですよタウンミーティング、ね、町でみんなが集まるということですねそしてどうしようかって話し合うんですよ でそれでトゥーリズムの問題とそれから街の活性化とそれから我生活をどう守るかってことをね話し合うこのタウンミーティングに実は、ね、ひじ町の場合も近くにね海外の人がいる外国の人がたくさんいるね大学もたくさんあるんですよこのタウンミーティングに海外の人を呼んで議論をして話し合ってそしてその結果何をするかなってことを話し合う一方的に決めるんじゃなくてねそこに海外の人も入れたタウンミーティングを持つ これってすごく大切なことなんですよね。で、そのコンセプトをね、今回紹介したかったんですよ。でね、あのこれができるとね。例えばね、肘だけが、肘待ちだけが、自分たちで考えて。結果として、外国人を追い出しちゃったとか、外国人に嫌な思いをさせちゃったと。いうことにならないじゃないですか。そしてタウンミーティングの力で、例えばですね。海外の人が、その例えば大学の。 先生で海外の人がいたとしますい,い解決方法が出てきたらその人と例えばそこに来るオーバーテーリズムのお客さんと話し合いをするそういう場があってもいいじゃないですかそうしていい解決方法を見出すこういう試みってね日本ではないんですいわゆるねコミュニケーションコミュニケーションなんですコミュニケーションディシジョンメイキングじゃなくて、ね、コミュニケーションをしてどうやるかなってことをみんなで話すブレインストームみんなで話すってことねアイディアをこう まあ導き出すことブレインストームしてアイディアを導き出すこれの要素としてこのタウンミーティングということをねもっと考えてみるのがねそれぞれの街で必要なんじゃないかなと思いましたひじまちはまだオーバートゥーリズムじゃないんですよだからねあの別府から人が来た時にどうするかってことをこれから考えてもっと観光客の方に来てほしいなそしてねひじまちがキャッスルタウンでフィッシュインダストリーがすごく豊かで魚が美味しいテイスティなとこデリシャスなとこ これを、ね、もっともっといい意味でのオーバートリズムに結びつけられたらいいなと思います。